明けましておめでとう。カルミナ新年ライブにようこそ。じゃなくて、呼んでもらったのは私たちの方だったね。ごめん。もう、のぞみってば。すみません、先ほどまでリハーサルをしていたので。今日はお招きありがとうございます。まったく、岸さんは誘ってくるのが急なんですから。アイドルは年末年始もスケジュールいっぱいなんですよ。お誘いを受けてから真っ先に行きましょうって言ったのは紬なのにね。のぞみさん、それはレイ様も来られるんじゃないかって思っただけですから。確かにたくさんの人が来られてますね。プロデューサーさんも楽しそうにしてました。こんなに人が集まったのもきっと君の人望だね。そういえばさっきプロデューサーがこの会場に来てる連中を今度のライブに呼んでやったらどうだって言ってましたけど。それいいね。迷惑じゃないならぜひ招待したいな。みんなはどう？私もお招きしたいです。素敵な新年会に呼んでいただいたお礼がしたいですから。そうなると次のライブも完璧にやりますよ。レイ様も呼ぶんですからね。やる気十分だね。じゃあ帰ったら早速リハーサルの続きをしよう。新しい年の始まりにふさわしい素敵なライブにしてみせます。完璧なステージをお見せしますから期待しててください。今年も私たちカルミナは全力でアイドルするから見逃しちゃダメだよ。